当に海苔として、生だったり乾燥だったり、特に春先だったら、旬なんで、香り物ですよね、旬の。かき揚げですね、青さのかき揚げです。これ乾燥を使っているので、ちょっとこう押しつぶして揚げるぐらいでいいんです。ちょっと海苔と海苔の間に衣が噛みすぎちゃうと粉っぽくなっちゃうので。これだし巻き卵なんですけど、しっかりホイッパーでコシを切って味付けを取ってからザルできめ細かい感じに。青さもちょっとあまり細かいと、せっかく固まってるいい青さなので、ちょっともったいないと思って、ちょっとこうゴロッとした感じが残るような感じにしました。これが、新じゃがいもを、蒸して潰してまんじゅうにしたんですけど、片栗粉を打って形成したものに青さのあんを。伊勢海老は切ってからアクといいますか、伊勢海老の、体液が色変わりしちゃうので、すぐ切ったらすぐ氷水に落として、その体液をちょっと一回洗い流してあげるということですね。これは和食でいうとこう玉元っていうんですけれども、卵黄に油を混ぜてマヨネーズ焼きみたいなものですね。昔からある伝統的な仕事の一つではありますね。これに関しては唯一ちょっと細かめなほぐし方で、上に軽く細かいやつを振りかけて、ほんのアクセントみたいな感じで、扱いやすくて美味しい、和食には欠かせない食材なので、仕事でも使えますし、もちろん家でも、家庭でも使ってますね。